はい、ただいまですね、もう本当に今すごい環境のいいところに来ております。国道がそばに通っているので車の音はね若干聞こえるんですけど、ただそれを除いてもね本当に、緑豊かですごいいいところです。まあ、そんなわけでこんな感じのところで今日は撮影をしております。はい、持ってきているのは iPhone とあと iPad は常に持っているので、今回はねこれでいろいろと、作業の方をしております。はい、でね今この公園はねすごい距離があって、今途中まで歩いてきたんですよ。だけどやっぱりちょっとね、一休みしたいなということで、まあ、広場を見つけてね、そのままここで座ってるんですけど、なかなかいい感じでございます。でね、そういえば、あれ、今日はちょっとね、イヤホンを持ってきていないので、まあ、音楽をね、聴くということはしないし、動画の編集をまあしようとは思っているんですけど、まあ、特にね、それ以外のことをやろうと思ってないので、バッグ自体も、このね、ナショナルジオグラフィックの小さいカバンだけで今日来ました。これがあれば基本的に作業をする必要がある場合でもこれだけでね十分作業ができています。でね、カードリーダーも今日持ってきていません。というのは私が今撮影しているのは初代 iPhone SE なので、データのやり取りはねエアドロップでそのままやってしまおうと思っています。でエアドロップでね、やってしまって、で、あとはね、もう本当にこの iPad mini で全部、編集から、何から全部、私の場合はね、やってしまっています。だからね、MacBook Air を持ち出すこともね、今ほとんどないんですね。ちょっと前にね、iPad mini だけで、こう、いろいろ作業をして、iPad mini だけで生きていけるんじゃねっていう感じの動画でね、そこからね、続いてるチャレンジなんですけど、もう本当にね、iPad mini 6、これを私今使ってるんですけど、これを持っていれば、どこで何をしてもね、なんとかなるんですよね。で、動画が足りなければ直接このね、iPad mini のカメラを使って、動画を撮ってしまえばいいだけの話なので、わざわざね、iPhone で撮る必要はないんですけど、こうやってね、iPad mini を使ってる動画を撮るときには、iPhone 必要になってきますので、それで私持っているだけです。だけど、何もない時にはね、iPad mini で動画を撮れば、特にね、もう本当に、エアドロップさえ必要なくて、もうこれだけで動画を完結できてしまうという、本当に大きなメリットですね、これね。ただそれをするには、バッテリーの持ちがね、良くなくなってしまうので、カメラも使って動画の編集をすると、それだけでレンダリングでね、バッテリー食いますから、外付けというかモバイルバッテリーは必ず持ってきています。今日もねこんな感じのモバイルバッテリー1個持っています。でこれは基本的に、この1本の、グリップ的なものなんですけど、私これをねカメラのねいつも電源用として持っています。で今回は iPad をで電源を確保するためではなくて iPhone SE の電源確保用です。だから iPhone SE の電源がなくなった時にこいつをね、これを使って iPhone を固定して、それで動画を撮るっていうスタイルにしてあげると、充電しながらでも撮影ができるので、これ1本持ってるとね私の場合本当に動画を撮る時間も気にしなくていいようなねそんな感じで動画が撮れます。実際これを使って動画を長回しして もう4時間ぐらい撮れるのかな、バッテリー尽きるまでね、もっと撮れるかもしれません。だからね実際には切ったりつけたりねしていますので、丸1日外で何かしていて動画を撮るにしてもこれ1本あれば、私の場合はね iPhone SE で撮る限り、全然ね問題ないと思っています。実際ねソニーの ZV-1 でねを使ってカメラで、ね、動画を撮っている時でもこいつをね
電源の下にね、これにセットしてそれで動画を撮ることがあるんですけど、まあ、それをやってもね本当に3時間半4時間ぐらい平気で撮れます。なのでね本当に動画を撮るにしてもこれ1本あればとりあえずその日の電源は困らないっていう感じでね。でそこから動画編集するだけならね、単体の電源内蔵の電源でね iPad mini は持ちますので、実際これだけで外出たとしても、動画撮影そして iPad mini で、動画の編集まで、全てこれで完結できます。でなおかつこのバッグですね、このバッグがあれば、その一切のシステムをこの中に入れて、まあ、それでいろいろと作業できますので、もう本当にね私このバッグを購入してよかったなと思っております。で iPad mini の大きさだからこのバッグで入るわけで、まあ、実際 iPad Pro とか11インチ、12、13インチクラスのバカでかい iPad を持つことで、持った場合このカメラバッグではどうしようもないんですね。でもう一つ大きいものもちょっと別に購入してるんですけど、まあ、そっちでもね入らないんですよね。11インチは入るかもしれないんですけど、やっぱりカメラバッグとしては大きくなってしまうので、まあ、ちょっと持ち出そうかなという気にもならない。だけどこの iPad mini であればこんな小さいカバンでそのままね持ち運ぶことができるので、まあ、どこに行っても作業もできるし気軽にね開いて、いろんな情報を見ることもできますので、やっぱりね iPad mini 最強です。という感じで、まあ、私はねもう本当に iPad mini 6を常にねもう持って出歩いています。どんな状況でもね持っていてパッと気がついた時には調べ物大体こっちやってます。iPhone でもいいんですけど、 iPhone ちょっと画面がやっぱり小さいっていうのもあって情報量が少ないので、全体を見たい時にねどうしてもねこっちの iPad mini の方がいいんですよ。もうピンポイントで探す場合はね iPhone だけでもいいんですけど、ただその周辺の情報をまとめてね、いろいろサーチしたい時なんかにはこの iPad mini 6、もうかなりね画面の大きさもね程よい大きさで、で片手で持てるっていうねサイズ感、なんならねこれ私モフトをつけていますので、ここに手を通して、こんな感じでね落とさないようにして、いろいろとね作業することもあるので、この辺はもう本当にね使い勝手としてはもう私の中では固まっています。はい、そんなわけでね、この iPad mini 6をこういった公園でねのんびりするときにでも持ってきてれば、まあ、動画の編集もしくはね動画の撮影までできてしまって、それで一仕事終えてしまうというね、そういったものなので私としては完成していると思っております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。